はじめまして、ベリサーブの冬川と申します。本日は貴重なお時間をいただきましたので、皆様の、少しでもお役に立てるヒントを与えられればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まずちょっと簡単に自己紹介ですけれども、最初1984年にですね、 CSK、現 SCSK の方に入社しまして、PC システムの開発検証業務に従事いたしました。で、2001年にそこの検証部門が分社化してベリサーブとなりました。で、主に組み込みシステムの検証とかを担当いたしまして、で、現在今機能安全系システムの V&V 業務等に従事ということで、で、主な業務範囲として開発検証のプロセス改善、構築改善ですとか、検証の要求分析、計画設計、検証マネジメントといったところを担当しております。で、ちょっとここに1984年入社と書いてありますけれども、これ最初入れたくなかったんですけれども、広報に確認してもらったら入社年度入れてくださいということで、ちょっと入れたんですけれども、いつの間にか30年ほど経ってしまいました。ちょっと今日はその30年のノウハウをというわけにはいかないかもしれないですけれども、できるだけ皆さんのお役に立てる話をできればと思います。で、ちょっとご質問の方はですね、後ほどまとめていただく形で進めたいと思います。で、今日のお話、先進的な設計検証事例ということではあるんですけれども、今からお話しする内容は割とその基本的なこととか、当然そうした方が良いことの組み合わせだったりしますけれども、ある意味だからこそ、どこにでも割と適用できる事例のヒントになったりするんじゃないかなと思っておりますので、そんな観点で聞いていただければと思います。で、初めにということで、最近の自動車に関わるシステム開発において、これは事例の内容なんですけれども、機能の多様化や搭載されるシステムのモジュール化、汎用化が進んで、自動車の開発業務の進め方が変化してきています。で、このセッションではそのような業務方式の変化に伴って必要性が高まっている要求の明確化というところを実現する手法を適用した事例を紹介いたします。で、この事例で紹介する内容は基本的には大きく3つあります。で、1つ目はシステム開発の要求仕様を明確に伝える方法で、2つ目は要求者以外の第三者による要求仕様の作成と、で、3つ目は要求仕様書作成におけるテスト設計技術の活用というところで、この3つについてこの中ではお話ししております。で、お手元の方にも印刷したものがありますけれども、この資料の中で使っている用語、こんな用語を使ってますけれども、ちょっと聞きながら参照いただければと思います。で、本日の目次ですけれども、1つ目が検証事例の背景、取り組みの目的というところで、2つ目が課題の分析で、3つ目が課題対策の仮説、適用技術手法で、4つ目が取り組みの実施および実施上の工夫ということで、で、その中で1つ目 USDM 技術のためのガイドラインの作成というものと、第三者による予期仕様を作成するポイントというところで、5つ目が取り組み結果の評価と、で、最後に今後の取り組みと考察というところでお話ししたいと思います。で、1つ目の紹介事例の背景、取り組みの目的というところですけれども、で、この事例の従来の開発方法というところなんですけれども、仕様詳細をすり合わせ開発で保管するやり方で開発しておりました。で、自社主導型開発における効率的
効果的な方法かと思いますけれども、まあ、大まかな要求で開始して必要な部分を必要に応じて詳細化して認識を合わせると。で、国内サプライヤーとの間では割と一般的な方法だったりするかなと。これ、まあ、自動車業界に限らず日本のメーカーの間だと、メーカーさんとかあとまあ業者さんとの間だと全てを詳細に明文化できるものではないので、まあ行間を読むとかあとはすり合わせでというような認識文化があるのかなと。で、まあ、ちょっと今日の本質的な話題ではないですけれども、まあ、挿絵でそのハイコンテクストローコンテクストとか入れてますけれども、まあ、日本だと割とそういう進め方で、今まで効率よく開発ができてたという背景があるかなと。で、今の環境の変化ということで、製品供給のグローバル化、まあ、それに伴う開発機種数増ということ で提供する市場を、まあ、広く海外に求めて、でそこで、供給するシステムをどう組み合わせてっていうところで、だんだんそのバリエーションが増えて組み合わせるものも増えてきてますので、取引するサプライヤー数が、まあ、増えてきて、で海外サプライヤーとの取引も増えてきて、で、そこでその要求仕様の明確化、まあ、詳細化が必要になってきますと。まあ、先ほどのそのローコンテクスト欧米系と、まあ、やっぱりその明確に仕様を詰めるには全部書かないといけないですね。で、俗人的な開発様式からプロセス型への転換の必要性ということが、まあ、求められてますと。でもう一つ大きなところは、まあ、仕様やプラットフォームの共通化の流れということ でサプライヤーさんの、まあ既製品に自動車メーカーさんの要求の変更を加えたものを組み合わせて作る。で、まあ、そうすることで、まあ、複数サプライヤー製品の組み合わせがで、まあ、車が作れるようになったりとか、でそれを、まあ、サプライヤーさんの選択肢を増やして、いろんな国にいろんな、まあ、廉価版のモデルですとかそういったものを提供できるようになってくると。でただし、まあ、購入品は、まあ、内部構造がブラックボックスだったりするので、まあ、評価基準を要求として、まあ、示す必要があったりしますと。で、まあ、このプラットフォーム共通化の流れというところでは、まあ、ちょっと余談ですけれども、ワーゲンさんとかが、まあ、MQB って言ってそのシステムをモジュール化して、まあ、いろんな車に同じシステムを積んで、まあ、簡単に接続できるようにみたいな、そんなような仕組みを、まあ、作っていたりしますけれども、まあ、それがあんまりうまくいってないっていうのがこの間の8月ぐらいの新聞で、まあ、出てましたけれども、やっぱりちょっと結構難しい領域ではあったりするんですけれども、まあ、そんな背景がありますと。で、変化に対応するための課題ということで、まあ、これ開発工程に関してなんですけれども、要求仕様の明確化、まあ、これいわゆる熟練技術者が持つ暗黙的要求を文書化したいというもので、複数サプライヤーからの調達の容易化ということで、まあ、サプライヤーとの開発分担を明確化してこの辺を容易にしたいと。で、受け入れ基準の受け入れ評価基準の明確化ということで、まあ、要求仕様とテスト項目の関係付けとかをやるとこういった変化に対応できるのではないかと。で、取り組みの目的ということで、まあ、これメーカーさんの本来やりたいことっていうことなんですけれども、まあ、サプライヤーからの調達と受け入れの円滑化で、先ほど、まあ、その取引するサプライヤーが増えて、開発もたくさんやらなきゃいけないっていうことで、でそのために、まあ、第三者にも理解できる要求をしようとして文書化したいと。で俗人的暗黙的で曖昧な仕様を排除したいと。であとは受け入れ評価基準の明確化、まあ、それを明確化することで、スムーズに取引ができたりとか品質が安定したりとかというところが、まあ、できますと。で、もう一つその調達先の選択肢を増やすということ でこの上の内容を標準として、運用できるといろんなサプライヤーと、まあ、取引が可能になるでしょうと。でそうすることで、まあ、メーカーさんの方はより付加価値の高い製品開発に注力
したいということで、で、まあ、熟練技術者の能力をより上流へシフトしたいということですね。で、まあ、そのいろんな国に出す車っていうのは割とその、まあ、高級車はいろんな機能、新しい機能を開発するのにすごいその手間かけてやってますけれども、廉価版というものはまあいろんなその既存のシステム組み合わせてどこそこ向け、どこそこの国向けに出すみたいなことをやってますので、やっぱりこの辺をこう円滑に回せると、その辺が非常にそのスムーズにいって嬉しい状況になるということですね。で、まあこういった環境の変化とか要望に対して課題の分析を行いましたと。で、従来の開発方法のダブルモデル表現ということで、これ自動車メーカーとティア1、ティア2ってサプライヤーさんですけれども、でそれをダブルモデル表現してます。で、自動車って、この自動車作るのにその中に入れるエンジンだミッションだといったところで、どんな機能をどういうシステム間で協調動作して、こういう機能を実現するためにそれぞれのシステムユニットと呼んでますけれども、各システムユニットをいろんなサプライヤーさんに開発委託、あるいは、持ってるシステムをちょっと工夫こらえて工夫して、ある車に積むとかっていうようなことを、やってますけれども、それを、ダブル字で表すとこんな感じになりますと。で、今調達するそのシステムがいろんなサプライヤーさんになってますので、昔は自分のところで作ってたものがサプライヤーさんの方で、ものがあるので、それを、買ってきて組み込むみたいなこともやられてますので、ちょっとこの辺のその作業領域がちょっと重複してたりしますけれども、おおむねこんな感じになってますと。そうした時に従来型のすり合わせ開発での状況としては、システムの要求仕様の詳細を明文化していないために、これ段階的に書いてますけれども、開発中にティア1のシステム要件仕様確定に関与しないといけないシーンがある。で、担当者間での暗黙的な合意形成が行われたりとか、そうすると仕様書に反映されない仕様が発生したりとか、で、確定した要求仕様とシステム仕様との整合が必要、サプライヤーさんの方ではこういう仕様で作りますっていったようなものを、作ってきたりするので、それに対して途中から要求を追加したり変更したりすると、それが手戻りになったりで、整合結果を残さないとそれも暗黙的な仕様になったりとかで、こういったことをすると、やっぱりその調達条件となる要求仕様っていうのが、そのサプライヤーさん共通に出せるものっていうのが定義されないで、イコール複数サプライヤーへの標準的な要求仕様になりにくいという状況になってますと。で、従来型開発における課題っていうのをここで5つぐらいちょっと挙げてますけれども、サプライヤーへの要求はシステムレベルなんですよ。で、システムレベルって言ってるのは、先ほどそのいろんなそのシステム間で連携してこういう機能を実現しようっていうものを、そのあるシステムユニットを作ってるところサプライヤーに依頼して作ってもらうっていう要求になってるんですけれども、ただその V 字ダブル字の右の方では実車テストで問題がないっていうことも暗黙的には含まれてるんですね。で、そうするとこのさっきのダブル字で言うと、このレベルがちょっと上のところまで責任分担が発生しているような状態があったりしますと。で、同じようにダブルモデルの作業分類と現実の作業範囲が異なるっていうことで、本来の作業分類の境界ってここで、自動車メーカーとサプライヤーとの間では切れるべきなんですけれども、実際には先ほどのその実車テストでの問題が起こらないようにとか、そういったその明確に定義されていない作業とかがあって、そういうところが役割とか責任が曖昧になりやすかったりしますねと。で、要求仕様の流度が不揃いっていうところ で要求内容やサプライヤーによる要求仕様の流度に差異があったりすると、
受け入れ検証項目の流度も不揃いとなって品質の安定的確保が困難であったりとか、もともとそのいろんなサプライヤーと標準的な要求仕様でっていうところが、これだとできないっていうことになっちゃいますね。で、4つ目はシステム検証項目の設計が属人的なスキルに依存っていうことで、で、このダブルモデルで、この各レベルでのその検証の設計をするわけですけれども、明文化されないシステム詳細を、熟練技術者の知見でテスト設計をする領域が、おのずとある存在するわけですけれども、要求仕様が細かく定義されていないために、でそうするとそこの漏れは少ないと考えられるんですけれども、その確認ができず定型化ができないという現象が発生してしまいますと、それでいいかどうかっていうのが分かんないってことですね。で、追跡性トレーサビリティを確保できないというところですけれども、要求仕様、要件定義、機能仕様、システムテスト、受け入れテストっていうところを本当は紐付けて管理したいんですけれども、そこが、そもそもその要求仕様を紐付けたい要求仕様が、流度がバラバラだったりすると、この紐付けがおのずと難しい状況になって、で開発状況や品質状況の確認が困難という状況になってしまいますと、そういう課題がありますと。でこれらの課題に対して、この事例では最初にその仮説、これでいけるんじゃないかというものを考えて対応しました。で、もともとのその課題、5つその前に書いてあるんですけれども、それに対して、要求仕様の明確化というところには、タイトルにある USDM が使えるのではないかという仮説で、ダブルモデルの作業分類と現実の作業範囲が異なるっていうところは、検証プロセスを整備することで改善できるだろうなと。で、要求仕様の流度不揃いというところは、USDM とそのテスト設計技術の活用で改善できるのではないかと、これは後でお話ししますけれども。でシステム検証項目の設計が属人的というところに関しては、要求仕様の明文化とテスト設計技術の活用で改善できるはずと。でトレーサビリティに関しては、この辺を実現すれば改善できるはずで、これツールでそのトレースするっていうやり方もあるんですけれども、そこはちょっと別扱いとして考えてますけれども。で、USDM による要求仕様明確化というところなんですけども、これはUSDM の一般的な特徴として書かれてある内容を引っ張ってきてますけれども、要求を数段、通常は 2,3 段の階層構造で定義したり、定義された要求に対してその要求が必要な理由、この理由っていうところが結構ポイントなんですけれども、なんでそれがいいっていうところですね。この理由を記述する。で、理由を記述すると解釈の取り違いを防止抑止することができると。で階層化した最下層に要求の仕様振る舞いを記述しますと。で、その振る舞いには ID をつけて管理するっていうところで、この USDM の特徴だと、 USDM だとその記述内容と質が揃いやすいですとか、ここに受け入れ検証項目を設定するとより効果的になったりとか、テスト設計によって網羅性を高めて要求の漏れを防止できたりとか、あとはそれをそのサプライヤー向けの そのテスト要求として出すことができたりとか、そうすることでその役割分担が明確になったりとかしやすかったりしますねと。で、さっき の検証プロセスの整備、課題に対して検証プロセスの整備、テスト設計技術を活用するといいんじゃないかっていうところで、これちょっと中で本格的には説明してないんですけれども、こういうことやってますということ で先ほど そのダブルモデル、大きなダブルモデルに、この取り組みそのものが、自動車メーカーさんの取り組みですので、要求を出す際にそれでいいかどうかっていうバリデーションは文書にされてるかどうか別として結構やられてるんですよ。で、それで、システム開発依頼して出来上がってきたもので、問題がないかっていうところ、問題があると結局手戻りがかなり激しいので、
事前に車両レベルでのバリデーションという作業があったり、システムレベルのバリデーションという作業がその明確にこういう工程に分かれてたりしていなかったりしますけれども、存在はしてますと。で、あとはこの車両レベルのベリフィケーションとかシステムレベルのベリフィケーション、これ出来上がってきたものをその仕様に沿った形かどうかっていうところを確認したりとかで、そのこの流れを定型化、標準化、明文化というようなことをやってますと。で、システムレベルとか車両レベルのテスト観点を分類したりですとか、あと開発検証の業務フロー、役割分担、ドキュメント、どんなものを作るとかで、検証設計のテンプレートとか適用するテスト技法の整備といったようなことをやってますけれども、でちょっと最初に説明忘れましたけれども、このやっぱり自動車の開発って関係者が多いんですね。この上流でもいろんな部署とか、下はいろんなサプライヤーがいて、でそれで工数も足りないとかっていう状況なので、こういう整備をしていかないとやっぱりその関係者の認識が合わないっていうのがあって、でこういうプロセスを整備したりしています。で、ここでそのさっきダブルモデルの中で、バリデーションベリフィケーションって出てきましたけれども、バリデーションとベリフィケーションちょっと分かりやすく説明したのがこの図絵なんですけれども、バリデーションは正しいものを作っているか、これ割と一般的に言われてたり してますけれども、結構その理解が人によって違ったり、まだ違ったりしてるかなっていう領域かと思うんですけれども、でバリデーションにそのプロダクト、製品的な面とプロセス的な面ありますねと思ってるんですけれども、でプロダクト面でいうとバリデーションっていうのは決めたものは正しいか、要求を実現できる仕様設計か、そのためには要求をきちんと定義しなきゃいけなくて、であとは要求に応えられる性能かっていったところもバリデーションですねと。でプロセスのバリデーションって何だっていうと、目的に沿った手順になってるか、目的を実現できるプロセスになってるかどうかで、それがそもそもなってないとこのもの作るにもそのやる人の気づきによって実現してもらうしかなくなっちゃったりもするので、やっぱりこのプロセスのバリデーションっていうものも必要ですねと。決めたことは正しいかって書いてますけれども、でそれぞれのそのプロダクトプロセスのバリデーションができるとベリフィケーションとして、プロダクトの方は決めたものを作ってるか、仕様通りに作ってるかで、プロセスに関しては決めたことをやっているか、これそのこのプロセス通りにやると正しいものできるからお願いしますねっていったことが、やられてるかどうかっていうチェックリストを作って、チェックするとかっていう流れになってて、で、具体的にその作業項目の概要、V&V っていうところに関して言うとこういうことをやってたりします。で先ほどのそのダブル字の左側で、バリデーションで、やるためにどんなそのプロセス定義してどんなことを用意するかっていったようなところですね。で要求仕様の妥当性確認するためにこんなステップで考えてますと。でそのできてきたものをベリフィケーションするためにこんなステップっていう、で、この辺の基本的な流れは割とそのテストのプロセスと基本同じような流れになってますけれども、それをどこの時点で何に適用するかっていうところがちょっとそのバリデーションとベリフィケーションで違うところかと思いますけれども、でプロセスの方のバリデーションを保つため、バリデーションをするために必要なものとしてプロセスを構築したり、インドキュメントフォームを作ったり、ガイドラインしたり、ガイドライン作ったりっていったようなことで、チェックリストを作って、作業をチェックできることっていったようなことをこの活動の中でやってます。でそうすることで、要求仕様の明確化に向けた対応っていうのを簡単に整理するとこんな絵になるかなというところを書いてますけれども、で、その次、取り組みの実施および実施上の工夫ということで、2つありますけれども、ここの話をしたいと思います。で、
要求仕様への USDM 活用における要件として、で1つ目は誰が作成しても同じ品質の USDM を記述できることで、これがやっぱりそのそもそもの目的の要求仕様を明確にするために必要な要件の一つになってるんですけれども、そのために USDM 記述のためのガイドラインを作成して、で USDM 記述の品質を一定レベルに確保し標準としていくということで、2つ目は要求者以外の第三者が作成できること、これを要件として定義しています。これ割と本当にこれできるのっていう領域ではあるんですけれども、その要求者でそれを作るための業務知識だったりとか、経験だったりとか、そういったものがあってその要求を出して要求仕様書を作ったりしてますけれども、そこを誰にでも分かる要求仕様を作るためにはこれ必要なんだろうなっていうことで、要求者以外の第三者が作成できることっていうのをこの USDM 活用における要件として定義してます。でそこをテスト設計技術の応用による要求仕様の分析整理ということで、実現しようと。で、そこでそれがこの辺の施策でできると USDM っていいんだっていうことがここで確認できますねっていうことで、進めました。で、USDM 技術のためのガイドラインを作成っていうところですけれども、これもUSDM のガイドに載ってるところもあったりしますけれども、基本 Excel で作るで、これ取り組みの負荷を軽減するためにです。で、要求事項は USDM 規法を用いて記載ということ で基本構成として要求の番号、ここにちょっと細かく書いてますけれども、要求番号、要求理由、説明、使用番号、使用というもので構成しますと。で、重要なこととして要求には理由をつける、で、使用に対して整合やトレース状況を確認するためにチェックボックス、またリストボックスつけてますここでは。でこれが自動車メーカーとサプライヤーとの間で、やり取りされる要求に関わる状況ってことで、仕様の整合ができてるか、その設計ができてるか、検証ができてるかといったようなところ、それを確認できるチェックボックスをつけてますと。で、これUSDM の一般的なルールだったりしますけれども、仕様は要求に含まれる動詞および目的語で表現しますと、何々を何々するってやつですね。で、ここの事例では要求仕様書の小構成をこんなふうに決めました。でこれもともとはIEEE 830のSRS ソフトウェアリクエアメントスペックの小構成とかを参考にしたりしながら、今の要求仕様書に盛り込まれているものとマージしてこういう構成がいいんじゃないかっていうことで、定義しました。でこれをこの内容を埋めていくことで構成自体がトレーサビリティを意識しているので、これを適切に入れることで文書自身がトレーサビリティの確保をすることになるように、それを意識して作りました。それで本当にこの小立て感のトレーサビリティが取れるっていう、完全に取れるものではないんですけれども、それを意識して入れられるような構成にしてありますと。で、第三者による要求仕様書作成のポイントについて、
今そのテスト設計技術を活用するっていう話を、まあ、しましたけれども、そのなんでテスト設計技術を活用するというところに結びついたかっていうところなんですけれども、今までまあシステムとしてテストっていうのは、まあ、第三者検証という形で行うことがまあ多いと思うんですけれども、ベリフィケーションとかバリデーションの観点で、まあ、システムの機能を評価するっていうのが、まあ、テスト設計だったりしますの でテスト設計では、まあ、網羅性が重要になってきますねということ でその網羅性を重視するっていうところが要求項目の漏れ防止に貢献できるのではないかと。で、そういった流れからテスト設計技術は要求仕様の明確化に適しているんではないかというところで、このテスト設計技術を活用するといいんじゃないかっていうところになってますと。で、まあ、こういう活動は、まあ、その作成された要求仕様書の妥当性確認にもまあ適しているっていうまあ流れにはなってますねと。で、テスト設計技術の例として、3つほどまあ挙げてますけれども、まあ、これあの例として挙げてるので、まあ、これだけでできるっていうものではなかったりするかと思うんですけれども、で1つ目はその分類ツリー法というところで、テスト設計では、まあ、要求の振る舞いイコール、まあ、機能に着眼して、で抽象的な振る舞いを分解不可能な階層まで展開しますと。でそうすることで明確な要求項目の抽出ができる、まあ、すごい簡単に結論つけちゃってますけれども、まあ、ちょっと例をここに書いてますけれども、その要求を階層化してその階層をグループ化したり、でその縦で要求の関係を明示したりとか、で、それらをカバレージとかトレーサビリティの認識に活用したりとかで、まあ、こういうそのテストケース、テスト設計するときにやっぱりこういう関係図作ってテストする内容をもう一回その自分でその分解して整理して作ったりするので、まあ、こういう観点で見ていくことが、この明確な要求項目の抽出につながるんではないかというところで、こういったことを採用してますと。で2つ目、テスト対象の分類というところ でテストで確認する要素とかパラメータとか、まあ、テスト対象に与える条件を分類して整理っていうのが、まあ、テストを設計するときには普通にこれやるんですけれども、で、そうすることでテスト対象システムを構成する要素が分類整理されますと。でそういう分類整理されたこういった条件とかが分かれば、追加変更要求に対して影響範囲を特定しやすくなりますねと。でちょっとここにそのイメージ図を書いてますけれども、で実際にはまあ、自動車とかは本当にここで考慮しなければいけないその条件とかが本当にたくさんあって、でそれを各機能別どういうふうに結びつけるかってちょっとこの中では書いてないんですけれども、やっぱりそのテストの観点でこの辺を整理するっていうことが、その要求作る際にもその考慮漏れとかを検出するのにやっぱり有効ですねというところで、まあこの非常にまだまだ私どもも悩んでいるところではあったりするんですけれども、ただこういう要素分類することが明確にその良い効果を与えるっていうことも分かっているので、まあこういう分類してそれに基づいて要求仕様を作ってバリデーションするっていうようなことをやってますと。で3つ目はテスト条件の整理っていうところ で開発の仕様書はまあ、主に振る舞いイコール機能を実現するための処理方法っていうところにフォーカス当てて、まあ記述
されることが多いかと思うんですけれども、テスト設計では、処理の入出力、特に期待値に着目というところ で、テストを設計するときにその結果どうなるかというところを明確に書いておかなければいけないので、そもそもそのこの結果ってどうあるべきかってどこにありますかねとか、こういうケースの時にどういう結果になるかが書いてなかったりすると、やっぱりテストの項目作る時には支障があるので、そういう期待値に着目して作ることが多いので、期待値が仕様から読み取れない場合は、処理条件などが漏れている場合が多いんだろうなと。で、ここにちょっと例を書いてますけれども、こういったそのいろんな条件、テストだと本当にその、これをやみくもに組み合わせて、やることは良いテストとはされないですけれども、ここでどんな条件を参照すべきかっていうところ、それを適切に組み合わせて期待値を求めるみたいなところ、そういうアプローチが、テスト設計技術からその要求仕様に使えるんじゃないかというところで使ってます。で、これらの作業の実施についてっていうところで、これこういう作業をすると、USDM を定型的に作っていくっていう作業を含めて、既存のプロセスに対して文書作成の業務が増加しますと。で、そうすることで、開発技術者の負担を増やすっていうことは本来の目的に反しますねと。で、一般的にその高スキル技術者は暗黙的な要求を記述することが難しい。それは当たり前のことがそのみんなに当たり前なのかどうかっていうことを明確に意識して業務を進めていなかったりするためだと思うんですけれども、で、そういうその高いスキルの技術者のスキルっていうのは、さっき本質的なその本来の自動車メーカーの要求というところで、そのスキルはより上流で活用したいと、その企画とか研究とかという要望がありますので、この要求仕様の整理と作成っていうのを第三者のテスト技術者が実施しましょうという流れで、この事例では対応しました。で、第三者のテスト技術者が要求仕様を作成するということについてで、要求仕様からそのテスト設計を実施した上で要求項目作ったりしてるんですけれども、その過程で仕様に不明点などがあったりする場合、開発者との質問票とのやり取りで不明項目を明確にしていくっていうところ、もともとその不具合を発見した場合とかは、そのテスト技術者って開発者との不具合報告のやり取りで対応や原因を確認してますので、そういったその不明点とか不具合を論理的に潰し込む活動がテスト技術者の重要なスキルっていう、ちょっと自慢してるわけでもないんですけれども、こういったところがそのテスト技術者にはそれなりにその活動から備わりやすいのかなと。で、不明点とか不具合を不明な要求仕様に置き換えると、第三者であっても要求仕様の作成が可能だったりするのかなと、という流れで、それなりに妥当なのかなと思って、やってますと。で、取り組み結果の評価というところなんですけど、で、これ左側にあるのが最初の課題です。で、この最初の 1,2,3,4 5つの課題に対して取り組み内容がどこにどう効果があったかっていうのが1対1で表しにくくて、ちょっとこういう表にしてみたんですけれども、USDM を活用することで、その暗黙的な
要求仕様っていうところは改善されますねと、あと作業分類と現実の作業範囲っていうところも、まあ、その明確になりやすいでしょうと、要求仕様の流度が不揃いとかっていうところも解消されますねといったような、こういうその取り組みの内容によって、複数の課題に有効になっているなっていう関係図になりました。で、これすごくその抽象的な絵で恐縮ではあるんですけれども、まあ、一応こういう評価をしましたというところでこういう表現してます。で、一番下の開発技術者の負担を増やさないっていうところに関しては、これまあ、その第三者のテスト技術者が作る上で質問とかしてたりしますけれども、まあ、その具体的にはそのドキュメント作るっていうところは第三者がやってますので、ここの課題に対してはこの取り組み内容で解決、ある程度解決できているのかなと思ってますと。で、この表からですね、取り組み結果から分かったことって書いてあるんですけど、で、要求仕様を明確にすること、要求項目を体系的に整理することは複数の課題に有効であるなということが分かりましたと。で、逆にその要求項目の体系的な整理の妥当性っていうところが課題の解決度合いに影響するとも言えるんだろうなと。で、これさっきそのテストの設計技術を使って、要求を整理する、細分化していくというようなお話しましたけれども、そのテスト設計そのものもやっぱりその熟練者がやるのとそうでない人がやるので、やっぱそのテストのその網羅性っていうのが差が出たりするので、やっぱりそこにその体系的な整理って本当にそのできているかどうかっていうところが、この課題の解決度合いに影響をしてるんだろうなと。で、2つ目、一つの課題を解決するためには複数の施策が必要であるっていうお話さっきしましたけれども、それぞれの課題が、まあ、複数の問題を含んでいる、または問題が絡み合っているっていうことによるのかもしれないと。で、まあ、これ資料をまとめながら、この課題って本当に単独で存在するものなのかって思いながらまとめてたりしてたんですけれども、やっぱりその問題の原因極めていって、それに妥当な解決を方法を適用していくっていうことを本当はもっとちゃんとやっていかないといけなかったのかなと。ただ、まあ、その今回ちょっとここまでやった事例の紹介としてご紹介してますので、まあ、こういったところをこういった実績をヒントにまたその後続けていけばいいかなと思ってます。で、3つ目、要求仕様書は要求者以外の第三者でも作成が可能であるということが分かりましたと。で、これもともと狙ってやったことではあるんですけれども、その先ほどお話しした、まあ、業務スキルがない技術者がこれ本当に作れるのかっていうところが実際には可能であるっていうことが分かりましたと。で、まあ、暗黙的な技術を明確にするという面でも一方であると書きましたけれども、で、今最初に自動作るのにすごい多くの関係者がいるんだけれども工数が足りなくてっていう話しましたけれども、本当にそのやっぱり工数というか技術者というか人手が足りなくて、で、いろんな作業をやっぱり上位のその高スキルな技術者からどんどん下に振っていかなきゃいけないんですけれども、じゃあこの要求仕様とかを下に振っていくのに、その業務スキルをある程度持った人に振れれば本当はいいんですけれども、まあ、昨今の事情としても、まあ、人がそもそも
いないとか、技術者不足してるとかっていう状況で、その業務スキル持ったエンジニアとかっていうのが、まあ、その求めること自体が難しくなってきてるのかなと思いますので、まあ、そういった中でこの要求使用書を第三者が作れたっていうことは、あ、やればできるんだ、まあ、まだ課題はあるけどねっていうところで、意味はあったのかなと思ってますと。で、多分こういったところは他の、まあ、今回事例としては自動車ですけれども、自動車ではないそのドメインでもこういう状況が発生しうる、まあ、そういった場合にこういう 対応ができたらいいんじゃないのかなと思いますと。で、最後、まあ、今後の取り組みと考察というところですけれども、でこれ論文で書いたのが、その記事で最初に書いた時が、まあ、1年ぐらい前っていうお話さっきありましたけれども、で今は要求仕様の作成を第三者の開発者が実施してますと。でこれさっき業務スキルっていうお話しましたけれども、そのドメインスキルが違う第三の開発者が実施してますと。でそこは、まあ、ドメインスキル違うって言っても、その要求分析手法というのを理解したその技術者だったりとか、やっぱり何かしらその要求仕様を作る上でのスキルを持ったっていう技術者がこの要求仕様書を作っていたりしますと。でそこで作成された要求仕様に対してテスト技術者がバリデーション、妥当性確認とベリフィケーションを実施するっていう流れになってますと。で、まあ、これ要求仕様を第三者検証する上でも理にかなっているのかなって考えてるんですけれども、やっぱりその検証側が要求仕様書作っちゃうと、それを第三者検証しようと思うと別の検証技術者が必要になったりしますので、まあそのバンバンその要求仕様を検証して叩いていくっていう目的では、こういう流れもまあ理にかなっているのかなと考えてますと。で、まあ、その実績としては、そのテスト技術者が要求仕様書を作るっていうところをまあできたんですけれども、まあ、こういう流れもいいかなっていうところで今はまあやってたりしますと。で2つ目、要求仕様書の品質評価の仕組みというところ で要求仕様書の品質って、まあその IEEE830 の1998っていうものに、まあその特性が書いてたりするんですけれども、まあいまいちその抽象的で、これをその定量的に評価するっていうところが、まあそのどうやって実現するのかなっていう状況ではあるんですけれども、まずはそのチェックリストによる確認から、これ作ったものに対して、無曖昧性とか完全性、一貫性検証、容易性とかっていうのをまずセルフチェックして、でその上でその実際の要求者とそのレビューを行ったりすると、まあ、そのこういったことを何もしないよりは明確にその品質が一定的に安定しやすいなと思ってます。でこれも、まあ、まずはチェックリストによる確認からっていうところをやってますと。で、3つ目、要求仕様作成とかシステム検証への DKS の活用、まあ、DKS ってちょっと用語にも書いてなくて申し訳ないんですけれども、ディペンダビリティケースといって、名古屋大学の山本先生が進めていたりしますけれども、これって取り組みの合意形成をしたりとか、開発するものの妥当性を、まあ、履歴を残すための活動だったりしますけれども、でそれを採用したりすると、
現状の作業項目とかプロセスの妥当性確認の取り組みができたり、まあ、抜け漏れの防止とともに、まあ、膨れ続ける作業項目の整理もできるんじゃないかなっていうこと で、まあ、本当にその今までやってきてたこともその自動車メーカーさんなんでかなりあるんですけれども、で今ここで挙げた取り組みとかもやってて、ただそれでもその最初にお話ししましたけれども関係者がすごく多いので、その関係者間の認識合わせるっていうのが、まあ、現状だとやっぱりそのかなりその明確ではない状況でそのやられてるというか、合意をこれで取りましたっていうことを案外その明確に説明できる方法って今あまりないんじゃないかなと思いますけれども、そこでその D ケースというのは、まあ、関係者間でこういう認識のもとにこういうものを作りました、こういう活動をしましたっていったところに生かせるので、これまだまだその発展過程にあるものではありますけれども、これも採用して進めていくと今この辺の活動の整理とか抜け漏れ防止もできるんじゃないかなと思ってやってますと。で、お話以上なんですけれども、ちょっとページ数が多いのでどんどん進めたら案外早く終わってしまいました。もしご質問等あればお受けしたいと思いますので。風花様ありがとうございました。